最近ですね、SNS を探してる青汁王子こと、三崎優太さんですね。先日も僕会ってたんですけど、その頃はそんなにこう、S2O フェスっていうのに、の VIP ルームで、VVIP ですかね、そちらの方で会った時は、なんか元気そうにしててですね、この BOB フェスにもですね、出てくれるということで、そんな話をしてたんですが、なんと一文無しになったっていう SNS で、突然 X でですね、どうなったんだろう、彼女にもなんか好きだった女の子にも振られたとか、金も家も何もないみたいな話になってたんですけど、なんでそんなになったんだって、まあ、思ったんですが、どうやら、その、先日の、日経平均株価が4000以上暴落した日がありましたけれども、その時にですね、まあ、株を多分担保にして、当時、まあ、彼が、まあ、持っていた銘柄がですね、もう、みんなにバレバレになっちゃってたんですけど、ツーストーン&ソンズっていう、まあ、上場企業、まあ、コンサルとか、なんかそういうのやってる、時価総額今、400〜500億円ぐらいの会社なんですが、こちらの株を40万株、持ってたということで、暴落前の時価総額で、青汁王子分で5億円ぐらい。まあ、これは多分現物だと思うんですけれども、まあ、現物株取引、まあ、通常普通の人はですね、現物株取引しかやらないと思うんですけれども、信用取引というですね、仕組みがございます。私も昔、ライブダ証券っていう会社を経営しておりまして、株を知り合いの人とかに勧めたりするとき、証券外務員資格を取らないと、違法になっちゃいますから取ってくださいって言われて、証券外務員1種2種両方とも取りました。なので、まあ一応一通りの株式の実務分かってるつもりなんですけれども、どうやらその信用取引をやってたみたいなんですね。で、信用取引ってまあいろんな種類ありますけれども、まあとりあえず、自分のこう株ですね、この会社の株をですね、まあ、5億円分持ってたら、それにまあ掛け目、7割とか8割とか、で、その分が、まあ、担保になると。つまり4億円、まあ、3、4億ぐらいは5億円ぐらいの時価総額の株を持ってたら、お金借りられます。で、この借りた金を使ってですね、そのままこれを別になんか他の事業に使うとか、ね、なんか儲かる事業に投資をするとか、そういうのは別にいいんですけど、これでさらにですね、証拠金というものを入れてですね、何倍にも膨らまして、取引ができる仕組みがあるんですね。結構悪魔的な仕組みなんですけど、どっちかっていうと FX とかあの辺に似てます。レバレッジっていうのをかけられるんですが、このレバレッジが、まあ非常に悪魔的でですね、多分20倍ぐらいまでかけられるのかな。信用取引だと。まあ、そこまで膨らむとですね、本当株価がちょっとでも下がったり上がったりするとですね、大損超えてしまうんで、さすがにそこまで、どれぐらいのレバレッジをかけてたのかっていうのはまだ青汁王子のですね、SNS には出てきてないんであれですけれども、減引って言って、まあ、減引をすればなんとか、助かるみたいな話をしていたので、ね、そのお金を調達できないと、とですね、もう強制決済されて、まあ、本当一文無しになってしまう、そういうような状況なんですが、もう、普通はもう、あの大暴落の時から多分2日目とか3日目ぐらいに、強制決済されてるような気もするんですが、このツーストーンズの株は、回復かなりしてきてます。悪くなる、暴落する前の7、8割ぐらいの程度までは、株価戻ってきてるんで、もしそこで、資金をですね、短期でも手当てできれば、元に戻ったんじゃないですかね。美容外科の麻生さんが金貸すとかなんとかって言ってたんで、誰かからもしかしたら調達できて、実は大したことなかったってことなのかもしれません。バイク事故の時も、全然手が動かねえみたいなこと言ってましたけど、まあ、そこまでめちゃくちゃひどいわけではなかったので、もしかしたら、ちょっと注目をね、集めて、実は大丈夫でした、みたいな話なのかもしれないですね。お衣装は、本当に数日以内に、あの時月曜日の暴落だったんで、お衣装多分どんなに遅くても金曜日までにはかかってるはずなんで、それをどれだけ収められたのか。
でどれだけレバレッジをかけてたのか、まあそれによって、青白王子のダメージは変わってくるわけですけれども、まあ減引つまり売ったり買ったりした分、まあ買ってたんだと思いますけれども、買ってた分の株をですね現金で決済できてれば、つまり自分のところに生株として、株が戻ってきてればですね、含み損を抱えたまま、これから値上がりしたらその分儲かるっていう話に多分なってくるんで、どうなんでしょうかね。まあ僕は多分なんか手当てできてるような気もするんですけどね。まあ非常に有利な条件でお金貸せるんで、お金現金を持ってる人たちからすればですね、非常に美味しいディールなのかな。うん、かなりまとまった株をポンって買えるんで、しかも安値で、なので儲かる可能性が非常に高いので、まあ青白王子の分、まあ人脈だったらお金借りれたんじゃないかな、わかんないけど、うん、僕青汁劇場第1弾の時、要は脱税で逮捕されてどうやって復活するかっていう相談を軽く受けてて、でお金がなくなったことにして焼き鳥屋でバイトするみたいなこと言ってて、でもみんなそんなにバカじゃないから、別に逮捕されたからってお金なくなんないとか、逆にそっからいきなりお金持ちに復活したらなんでだとかってなるじゃないですかって言ったら、なんか偶然大富豪に出会ってお金持ちに復活したとかにしますとか、なんかすっごい雑な脚本だったんですよ。で俺絶対にうまくいかないなって思ってたら、めちゃめちゃバズってフォロワー100万人とか超えて、で僕そこでだから反省したんですよね。 YouTube っていうのはもう4コマ漫画みたいなもんなんだなって、なんか細かい文脈とか関係ないんだなっていう、なんか僕本の人間なんで伏線とか回収できてなかったり論理がつながってないと違和感あるんですけど、 YouTube とか関係ないんだな、振り切ってやれば何でもなんか OKOK みたいになるんだなと思って。ああ、でも単価上がらないじゃん、そしたら。そうですね、誰をお客さんにするかで。だから結局さ、みんな YouTuber さ、収入多分相当減ってるでしょ、分かんないけど、俺の YouTube はさ、結構見てる人たちの平均年収が全然高いからさ、ここ数ヶ月の、なんか IT バブル崩壊みたいな、アメリカの、ガーファム株の崩壊みたいなあったじゃん。あれでやっぱ広告もすげえ減ってんだけど。やっぱりターゲットとか、その属性によってつく広告が違うからってことなんですか？多分そう。だからそのバカ向けの広告が減ってんだと。